バスケをしていたと思います。チームプレーが好きなのでスポーツも好きっていうところで、まあ、バスケなのかなっていう感じです。 BTS とかは結構自分好きなので聴いたりしてます。過去ですかね。未来はまあ楽しみにして撮っておきたいので、まあ、過去に戻っているのを思い出とかを振り返ります。中学校か、まあ、本当に 1,2 年前くらいですか、ね、アカデミーの同期たちといる時間が結構楽しかったので、まあ、戻ってみたいなっていうところはあります。試合前は基本パスタを食べるっていうのがあって、当日はこの間の京都戦の前は、まあ、自分でちょっとコーヒー飲んでみようかなと。コーヒー飲んだらもしか結果出せたらフルーティーになってくるかな。クリスティアーノ・ロナウド選手がずっと憧れに思っている選手です。チームが苦しい時も点を決めて勝たせていくと